くぼはん、くぼは痛いた。あの、昨日ですね、親ひやを、親ひを脱ぎました。親ひを脱ぎました。いや、きついですね。めっちゃ痛い。めちゃくちゃ痛いですね。もうダメですね。痛すぎて <laughs>。痛い,いなぁ。親知らず。 もうね、熱もってすごいですね。なんかね、抜歯もしてるんですけど、めちゃめちゃすげえなんか、ぐわー、抜歯してましたね。痛い。もうあの、30年ぐらいよ、30何年ですか、30年ぐらいか、親知らずが出て。上の親知らずは2本、もう20代の時抜いたんですけど、下の方はすごい奥に入ってて、なんか歯医者さんで、抜けるよって言ったんですけど、 歯医者で抜けず、放置プレイで。で、その後親知らず虫歯になりまして、で、いつか抜かないといけないなと思ってて、次来ました。なんか大学病院みたいなところで抜きましたね。なんか歯医者じゃ抜けないから。すごいですね。なんか大学病院の、大学病院のその歯医者と違うなんか器具というか、あなんかノコギリみたいな、わーみたいな。 すすごかったですね。痛い,、はい。とりあえず今日は痛いですね。いってらっしゃい。